信州の話題を柔らかくお届けするそうかもしんまい。今回のゲストは信州の酒 PR 大使ゆいしおりさんです。ゆいさんどうぞ。はい、こんにちは。こんにちは。田島さん、今日持ってきましたよ。このチョコ素敵なの。一緒に飲めるって。ありがとうございます。はい、じゃあね、これもう早速ね、行きたいと思ってたんですけれども、まあ、ゆいさんご紹介申し上げます。はい、上田市のご出身で、はい、2013年のですね、全国利き酒選手権優勝。うん、はい、そうなんです。そうなんですね。はい、で、佐久穂町に今お住まいでいらっしゃいます。信濃毎日新聞デジタルでですね、語るアット信州のコーナーで、まあ、日本酒の話ね、たっぷり書いていただいてます。うん、とても面白いのでぜひご覧ください。はい、ぜひ。はい、で、今日は佐久ケーブルテレビさんのですね、スタジオをお借りしてお届けしています。ではお待ちかねの、行きましょうか。行きますかね。はい、まずどちらから行けばいいでしょう。もうじゃあ佐久の花から行きましょう。はい、今日も好きなの、私ご紹介できるの嬉しくて。じゃあ行きますね。すいません、じゃあ頂戴します。はい、行きますね。はい、あ、嬉しい。じゃ じゃあいいですか、いただいて。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よいしょ。はい、はい、どうぞ。じゃあ乾杯と行きましょう。行きましょう。はい、乾杯。あ、すごいフルーティーな感じ。うん、美味しい。ちょっとチリチリ感があってね。チリチリ感ありますね。美味しい。まあ、和食のイメージっていうのはあるんですけれども、なんかイタリアンとかでもいいですか。ピザとかでも合いますか。いいですね。うん、この裏作の花っていうのは結構食事のバリエーション広がりますよね。はい、これ花の字が、うん、ひっくり返ってます。そうなんです。これ、ええ、ラベルが反転してて、うん、はい、裏作の花って言うんですけど、もともとは日本酒って寒い冬の時期に何か持って作るんですけど、はい、寒い冬の時期に作ったものを夏に飲んでもらう夏酒として季節反転した時に出してたものを裏作、はい、花の裏のラベルにして出してたんです。はい、浅間岳。はい、はい、よいしょ。はい、はい、じゃあすいません。この中ね、おチョコもおしゃれですよね。これね、いいですね。よいしょ。かっこいいでしょ。かっこいいですよ。そうです。はい、じゃあこちらも、じゃあ改めまして乾杯。うん、なんかガツンとくる感じ。そう、なんか太い感じというんですかね。太いですよね。うん、ちょっとトロッとした感じしません？そう、トロッとしてますね。これが弱くて、うん、アルコール19度あるんですけど。19度ですか。はい、これなんかこの力強い、力強い、でもクリアで綺麗だし、はい、日本のお酒が好きな。これね、なんかお肉の料理とかいけそうですよね、これね。これ、氷を浮かべてロックでも美味しいんですよ。ロックですか。作ってるの女性当時ですよ。あ、へえ、はい、そうなんですか。清美ちゃんっていう、清美さん、はい、すごい可愛らしい可憐な、ね、女性が作ってるんですけど、うん、ぐいぐいいけてしまいそうです。すごく力強いじゃないですか。力強いです。人柄が出ちゃってる。お酒に、はい、一見こう可憐で可愛らしくて、なんかすごく線の細い感じって思うんですけど、うん、本人実は動物行動学とか昔学んでて、すごいんですよ。日本猿を追いかけて1週間山の中ですか。緑茶って山の中にこもったりとか、そういうタイプの、もうアクティブな方ですね。芯の太い、芯の太い、お酒飲めば分かる。そう、もうすごく出てる、はい、すごく出てる。日本酒ってのはどういうものなのか、うん、そもそもね、そもそもね、そこはミニ講座でちょっと、そうですね、ちょっとお勉強した方がいいですもんね。教えたいなと思って。あ、教えたい。いいですか。教えたい。そもそもなんですけど、お米とお水と麹でできてるんですね、はい、基本、はい、まあ、そこに醸造アルコールとかも入ったりする時あるんですが、まずお米が大事なんです。お米大事ですね。で、これ知ってますか。酒米。酒米、はいはいはい。酒造公的米って言うんですけど、はい、よくラベルの瓶、ちょっと今日は書いてはないんですが、はははは、こういうふうに瓶があって、この型ラベルに金門錦とか、北心地とか、はいはいはい、山錦とか、ね、そうそうです。高根錦、三景錦、はいはい、これが白樺錦、長野の酒米なんですけ ど、はいはい、って書いてある酒米っていうのが大、うん、とても大事で、うん、この酒米っていうのは、このお米の真ん中に心白っていうでんぷんの塊があるんですよ。うん、はいはい、食べるお米にはないんですけど、はいはい、ここに麹菌がついて、こうやって周りがね、麹菌ついて菌糸を伸ばしてお米のでんぷんを分解して甘くしてくれるんです。うん、なので外側削るんですよ。あ、よく磨くっていうのはそういう意味ですか。磨くってそういうことなんです、はいはい、外側はタンパク質とか脂質とか、うん、はい、まあ、食べた時の旨味になるんですけど、うん、お酒にする時にちょっと雑味になるってことで、そういうことですか。削るんですね。はいはいはい、ではではでは、はい、問題です。はい、何でしょう。
精米具合、精米具合よく聞きます、ます、ね、はい、はい、瓶でちょっとサンプル出しました。深山錦 49% 精米とか、はいはい、人心地 70% 精米とかありますね、はいはい、で例えば、うん、この 49% 精米、はいはい、外側の 49% 削ったよ、うん、あ、そっちは何だよ、で真ん中は使ってますよ、うん、って意味なのか、うん、B 外側のえ51% 削って、うん、49% 残した部分をお酒作りに使ってますよ、どっちでしょう、最初 A だと思ってました、最初 A だと思ってました、うん、でも B の方が説明が長いからこっちかもしれない、ちょっと思ってますちょっと長かったからあれこっちかなって思ってます、どっちでしょう、自分を信じよう、 A 信じましょう、 A ですね正解は、はい、B です、あれ違うB なんですよ、本当ですか、意外と知らないです、本当ですか、疑ってる、疑ってる、疑ってるよ、うん、あのね、さ、あのお酒精米歩合っていうのは、はい、この 49% 精米って書いてあると、うん、外側を 51% 削って真ん中の 49% を使ってますって意味なんです、だから 70% 精米って書いてあったら 30% 使っ削って、うん、残りの真ん中の 70% を使ってるっていう、はい、うん、意味なんです、こんなに削ってるのってあるんですか、 49% とかって、あ、49% 半分削っちゃうんですよあの矢島さん、もしかしてあんまりお酒飲んだことないすいません、どちらかというとビルトーでした、もしかして、49% あります、あ、普通にありますか、あります、あります、はいはい、でもこの外側も削っても、これ別に無駄にしてるわけじゃなくて、一番この外側のちょっと赤っぽいぬかは肥料になるし、真ん中の白いところに行くにつれ、はい、それはもうおせんべいとかなるほどに使ってるので、ちゃんと使ってるんですね、もう無駄にしてるわけではないんです、はい、あ、なんか可愛らしい、そうなんです、お酒作る時って、はい、菌と杜氏さんと両方の力が大事なんですけど、杜、はい、氏さん、お酒を作る杜氏さんは、はい、この菌たちを采配する、もうボスだと思ってください、でこのボスがどんなお酒にしたいかなっていうので、うん、例えば蓋開けた時にさっきいい香りしましたよね、うん、そうしました、あの香りは実は酵母菌が出してるとか、頑張ってるんですね、この甘みは麹菌が出してるとか、うん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 、で、力強い酸とか、うん、もしくは、変な雑菌が育たない、はい、雑菌がいないように乳酸が働いてくれてるとか、うん、るそういったことでですね、タンクの中でこんなことが行われてまして、うんうん、お米のさっき削ったでんぷん、でんぷんって糖が固まった連なったものなんですけど、それを麹がまずチョキチョキチョキと切ってくれて、はいはいはい、で切ってくれた糖を酵母菌がパク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 食べて、うんうんうん、で酵母菌がこのパクパク糖を食べると、はい、アルコールと二酸化炭素を出すんですよ、なるほど、でそれがさっきのこの二酸化炭素がこの柵の花の飲んだ時に買ったシワシワ感、そうチリチリ感、まあ、あの炭酸もね二酸化炭素ですよね、うん、そうそうそうなんです、よく考えたら構造は同じですか、そうなんです、あ、なるほど、で酵母菌が出してくれてるチリチリ感がまた美味しいし、うん、まあ、アルコール出してくれてるので、うんうんうん、もうそれによって菌たちによって、はい、我々こんな美味しいの飲めるんですよ、はい、ビール島の矢島さん、ありがとうございます、はい、ありがとうじゃないありがとうじゃないんだけどね、すいませんありがとうじゃないんですけど、すいません、こちらがですね、あの、まあ、ラベルで、まあ、よくあるとは言わないんですが、はい、まあ、ラベルにいろいろ書いてあるのって、うん、結局このお酒を作ってる杜氏さんたちのもう情熱が文字でバンと入ってるんです、ここでいっぱい書いてあるんですよ、もうこの金も取って書いてあったら作りの話だし、ね、はいはい、まあ、袋塗りって言ったら絞り方の話だし、純米大吟醸とか、ね、吟醸とか本醸造とか純米スペック、あります、あります、あと高根錦とか、はい、お米とかね、あとは室岡生原酒とか生酒とか、はい、生貯蔵とか瓶の中の様子、なるほど、はい、まあ、当時さんのね、そういった思いがここにこもってると、うん、作り手の皆さんの、作り手の、はい、もうなんか人柄が出て、それがまあ愛おしさを増すんですけど、ね、だって佐久の花さんだってね、はい、面白いんですよ、うん、あのここの酒蔵、うん、すっごいたくさん実は種類あって、あ、今日は持ってきたの裏作なんですけど、はいはい、いっぱいあって、なんでこんないっぱいにしちゃうのかなと思って、種類を、うんうん、聞いたら、はいはい、ついやっぱ長野県愛も強くて、長野県が開発した酵母とか、はい、お米とか試したくなっちゃうんですって、試したくなる、どんな感じになるかなっていうの、はい、で作ってるとどんどん数増えちゃって、うん、今何種類ありますって言ったらすぐ答えられないんですよ、社長が そんな勢いでやってるんですか、やっちゃうんだよって、へえ、どうすればね、うん、美味しく日本酒いただけるかとか、うん、なんかそういうアドバイスみたいなのありますか、どうやれば美味しくいただけるか、うん、まあ、あのつまみとかでもいいですしね、うん、そういう状況もあると思うんですけど、長野ってなんかその季節、その季節にすごく食材がありますよね、春だったら山菜とか、うん、ちょっと夏に行くと果物もたくさんありますし、うん、はい、その旬のものとやっぱり合わせて、うん、
飲むっていうのは基本ですよね。いいですよね、うん、そうだと思います。今日はおつまみがあるんでしたっけ。今日はないんです。今日ない、あ、今日ないんです。今日はあの新新をね、やらせていただいて。そうなんですか、はい、お酒単体でね、単体も美味しいですけどね。単体でやってきて、まあ、日本酒は日本の伝統文化、うん、それから今やね海外に進出してるぐらいのブランドになってます、うん、ぜひね守り育てていきたいということなんです。皆さん丁寧に作ってますし、ね、す邪魔してますか、ね、私本日もそうかもしんまいご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました、よろしかったらですねいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、コメントもいただけるとありがたいです。お願いします、はい、ではまた会いましょう。バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。